地点は仏教、特に密教における天部の一人で、十二点の一つ。大地を司る女神であって、これが仏教に取り入れられたものである。剣道知人と呼ばれる場合もある。多くは、小神とされているが、アシャ阿舎牧を並びに古代インドでは女神であった。釈尊が五大樹下で悟りを開くとき、地下より湧き出し、その証明を与えた、ともされている。継承としては、 経典などにより異なるが、腕は2本で、持ち物は一定せず、甲を伴うものがある。太蔵界曼荼羅では外混合部員に男性が見と、その甲が配列されている。その形像は肉色で男女共にお山をなし、女神は左手に鮮やかな花を持った鉢を持っている。この鉢は大地を表し、千花は植物生成の徳を表すとされる。女神は右手を心臓。 左手を股に当てる。核前症には、雲中に座す姿とし、その他様々な異形がある。密教ではこの神を供養して、自陳の報酬する。根高明王教八剣道知人品には、資材、陳法、福倉及び、人通長年妙薬を求め、修病を、治癒医療する。また恩敵を降伏させ、諸々の異論を制御せんとするとき、清室において、 道場を安置し、身を黙浴し、先清の衣をまとい、草座の上にうずくまり、ふつ利尊像がある前、または、し利生製あるところにて、昇降、三下、繁殖供養し、白月8カヌの車保試合するときに、受け飯するとある。ありがとうございます。